サイプレスヒルはアメリカのカリフォルニア州で結成されたヒップホップグループである。ラテン系アメリカ人による音楽グループとして、アメリカでは初めて複数のプラチナ認定を受けたグループであり、全世界で2000万枚を超えるセールスを誇る。1990年代、特に初期の4枚のアルバムを発表した時期においては、ウエストコースとヒップホップの先駆的グループとしても、 言及されるほどの影響力を持つ。サイプレスヒルはまた、アメリカ国内における医療用及び嗜好品用マリファナの合法化を指示していることでも知られ、メンバー自らマリファナを積極的に摂取する等の活動を展開している。2010年、スヌープドッグがクリエイティブチェアマンを務めるプライオリティレコーズに移籍。現メンバーの一人であるセンドッグと元メンバーであるメロー。 マンエイスは、キューバ出身の兄弟であり、1971年に、アメリカ合衆国へ一家で移住し、カリフォルニア州、サウスゲートに住居を構えた。センドックとメロー、マンエイスの二人は1988年に、ニューヨーク出身でザ・ナナ・ A3 の DJ をしていた、DJ、マグス、ロサンゼルス出身の B リアルの二人と出会い、DVX という名のヒップホップグループを結成する。 このグループが現在のサイプレスヒルの原型となる。後にメロをマンエースはグループを離れ、それを機にグループ名をサイプレスヒルへと改めている。このサイプレスヒルという名前はサウスゲートにあるサイプレスアベニューという通りに由来している。1989年にデモテープを制作し、レコード会社との契約に成功。1991年には デビューアルバムサイプレスヒルを発表する。このアルバムから、ザ・ファンキーフィールワン、ハウ、アイクッドジャストキル、エーマン、ハンド、オンザポンプ、ラテンリンゴの4曲が、シングルカットされ、特に、ザ・ファンキーフィールワン、ハウ、アイクッドジャストキル、エーマンの2曲は、地元ラジオ局や、大学内で流される、カレッジラジオで、ヘビーローテーションされるほどの人気を得たまた。 ハンドオンザ・ポンプ、ラテンリンゴの2曲の歌詞はスペイン語と英語が組み合わされており、以降スペイン語の頻繁に登場する歌詞はグループの特徴となっている。最終的にアルバムはアメリカ国内だけで2ミリオンセールスを達成し、ビルボード200では最高31位につけた。さらにニッパックが出演していた映画ジュースへサウンドトラックを提供する等活動の範囲を広げ、 1992年には、ロラパルーザへの出演も果たしている。1993年にセカンドアルバムブラック、サンデーを発表、3ミリオンセールスを達成し、デビュー2年目にして、早々にビルボード200を制した。シングルカットされた、インセイン・イン・ザ・ブレーンではクロスオーバーを試行した。サウンドを展開。その縁からか、レイジアゲンスト・ザ・マシーンのツアーに登場した。 1994年、ウッドストック94に出演し、そのステージ上にて、著名なパーカッショニストイリ,リー・ボボの息子であり、ビースティ・ボーイズとのセッション経験を持つエリック・ボボを、パーカッション担当の新メンバーとして紹介した。1995年、サードアルバムサイプレス、ヒルスリー、テンプルズオブ部ブ分を発表、アメリカレコード協会より、プラチナ認定を受けるヒットとなった。 またノーマルへの支援を目的として、マリファナの合法化を主張する雑誌として知られる、ハイタイムズが主導して制作した、コンピレーションアルバムヘンピレーション、フリーダムイスノーマルにブラックサンデー収録の、アイワーナゲットハイを提供した。さらにザ・シンプソンズへのゲスト出演も果たし、アニメ内ではあるが、ロンドン公共楽団と共演した、DJ マグスが、主に担当、ローハイでキレのあるビートと、 ベースラインにギター等様々な生楽器を多用し、その上に再現音等のエフェクトを乗せたトラックが特徴。生楽器の多用という点では同じく、ウエストコースとヒップホップに分類されるドクター・ドレイや、ウォーレン・ジーラが作り出した G ・ファンクと共通するが、それとも一味違う独特な雰囲気を醸し出している。センドックと B リアルのツイン MC スタイルを特徴としている。 B リアルの異様に、かんだかく鼻にかかったような声は、サイプレスヒルの最大の特徴の一つであるが、彼が言うには自ら考え出したものであるらしく DJ、マグスとセンドッグはあまり気に入っていないという。このようなボーカルのスタイルに行き着いた経緯について彼は、他人と明確に異なった個性を主張したいのであれば、自らの持つすべてを利用すべきであると主張している。対して、 センドックは低い声を特徴とし暴力的な歌詞とシャウトを多用している。二人の声は非常に対照的でありながら、共に混ざり合い一種の協調を生んでいると評される。もともとビーリアルは歌詞担当のメンバーとして加入したが、センドックとメロをマンエースのスペイン語の会話を目にした際に英語とスペイン語を組み合わせた歌詞というアイデアの着想を思いつき、これゆえに、 正式なメンバーとして迎え入れられたという権威がある。また、サイプレスヒルはある、種の漫画的雰囲気をまとった、暴力性を歌詞に持ち込んだと評される。エリック・ボボによるティンバレス等ラテン系の打楽器は、特にライブにおいては、音の多彩さと厚み、迫力を増し、ラテンミュージックとヒップホップ、ロックのミクスチャーという効果的な役目も果たしている。もともと、そのダークな世界観、 元ギャングというハードコアな経歴や過激な歌詞、多彩な音を使用した重量感のあるミクスチャー的サウンドであったが、2000年リリースのアルバムスカルボーンズでヘビなディストーションギターに生ドラムベースという編成のバンドでレコーディングヘビロックのサウンドを本格的に取り入れた。ライブでもバンドを引き連れていることがある。また、ファーストアルバム収録のハウ、アイクッドジャストキル、エーマンは レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンによってロックカバーされていてライブで共演したこともある。2017年、ビー・リアルがハリウッド・アンデッドのフィフス・アルバム5の収録曲の一つに参加している。思想、歌詞の内容の大部分を占めている要素がマリファナである。喫煙器具であるボングの使用方法を解説するヒッツ・フロム・ザ・ボングやホームグロワーに捧げたドクター・グリーン・サム等。 マリファナに関する楽曲を数多く発表、愛好家だということを強調するとともに合法化を主張し続けている。ライブではステージ上で巨大ボングを持ち出してきて自身だけでなく観客にも吸わせるというパフォーマンスが有名。極太ジョイントをステージ上で吸うこともマリファナ仲間として楽曲やライブで共演したアーティストはコットンマウス・キングスやスヌープ・ドッグなどがいる。 また、マリファナを題材にした映画、B、バッドボーイズにゲスト出演した。チカーノサグスタイルのファッションや振る舞いは、その音楽性と相まって、世界中のストリートカルチャーに影響を与えた。特に彼らが広告モデルも務めるロサンゼルスのジョーカーブランドは、チカーノサグファッションの象徴として、頻繁にステージ上などで着用する彼らによって、名が知れ渡ったと言っても過言ではないだろう。 そして最近では、DJ マグスが手掛けるブランド、ソウルアサソンズが話題を呼んでいる。ありがとうございます。